目の前にブリッツ。なんかディフューザー設置されそうだなぁ。神を投げとくか。いや。あと一緒に出てきたピンカも倒しちゃいましょうね。ねえ、ミラ強くない？皆さん、おはなっちぃ。今日も元気にアラサーカジュアルレインボーシックス CG、やってくよ。今回も火花を使って、プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。どもども、ナギーです。今回もよろしくね。というか、前回も火花を使ったのに、今回も火花ですか。それしか使えないのバレてしまうんじゃね。ナギーさん、それは違いますな。私もゆっくり実況を意識していろいろなオペレーターを使っていきたいと思いますが、どうしてもカジュアルと低ランク帯では割りオペのピック率が悪い感じで、戦闘を有利に進めるためにも、割りオペがいなければ、積極的に選んでいった方が、自分の KD も上がるし、勝率も上がると思います。本当はいろいろなオペレーターを使っていければいいのですが、先の理由により、だいたい火花をピックせざるを得ない感じなんですよ。へぇ、まあ、状況に応じていろいろなオペレーターを使えればいいですね。ですね。おぉ、ヘリポートからのリスポーンって珍しいな。なんか、奥に愛知とか見えますが、このマップは日本が舞台なのかな。そうそう。よくある、僕が考えたかっこいい日本をコンセプトに作られたマップですね。ビルの屋上にこういう日本っぽい建物は、斬新な考えですね。まあ、基礎部分はどうなっているんだろうなっていう疑問が残りますが、やっていきましょう。お、軽快なく入っていきましたね。クリアだったのかな？だったら私は、足と一緒に S 側からポイントに攻めていきたいと思います。このマップは出入りしやすい窓が多いので、敵が飛び出してくる場合もあります。なので、窓の近くは気をつけながら移動しましょう。おっと、クリアリングしないで、バリケード割ってたんですかね。遊撃に敵が出てくるかもしれないので、一旦引きます。そして、もう一回チラッと見る。今、一瞬あらぬ方向を見てましたね。敵がいたら死んでましたよ。あとで、マウス感度直しておく。さて、インカのブーストも入りましたし、こちらから入りましょう。とりあえずクリアかな。あ、荒いな。中性、近くに敵がいるっぽい。インカのブーストも入ったし、ゴリ押しじゃー。ゴリ押しにも程があるんじゃ。まあ、インカのブーストが入ったおかげで、全弾当たったし、もう満体ですね。やっぱエイムがブレてますなー。まあ言うてアラサーだからね。FPS を始めた10年前に比べて、だいぶ衰えていますよ。そんなアラサーおじいちゃんにも、おすすめ。今日は防衛でミラを使っていきます。へぇ、ミラを使うとエイムが必要なくなるの。ミラのメインガジェット、ブラックミラを使うことによって、エイムが苦手な人でも簡単にキルをすることができるよ。へぇ、まあ、まずはこちらを見ていただきましょう。爆弾の位置はキッチン。本当は2階の方が守りやすいですが、まずはここに補強加減。そしたらすかさずメインガジェットのブラックミラを設置しましょう。おお、補強下で腰に向こう側を見ることができる窓が設置されましたね。そうそう、しかも向こう側からはこちらの様子が伺えないようになってて、一方的に覗き見することができるんだ。へえ、補強下で腰にいろいろ確認できるのは大変ありがたいですね。まあ補強壁がなくても、こういう風にしゃがんで設置して、上の方をショットガンで穴を開けて、こういう風にブラックミラを設置する方法もあります。まあ、今回はこちらを味方に任せておいて、私は一番最初に設置した方で守ってみたいと思います。そこに核艦あるの迷惑だなぁ。まあ、敵を入らせなきゃいいので、大丈夫か。あ、補強し忘れたところにクリーズのブリーチングチャージを仕込まれた。マーキーさん1枚持ってますね。こや、マーキーさんトロールだわ。ただでさえミラは設置に時間がかかるので、重要なところは他の誰かに補強をお願いしたいところ。今一瞬、敵が見えたような。壁を挟んでホール側に敵が一人いるっぽいですね。まあ、そっちは味方の核艦に任せましょう。おっと、警戒もせずに敵がロコロコ出てきた。ねえ、ブラックミラ越しに狙えるから、全くエイムをせずに。
敵を倒せましたね。このゲーム、スピーキングアドバンテージ、って言って、通信の関係で先に飛び出した方が有利なんです。今結構ゆっくり狙っていったように見えますが、敵からすれば一瞬の出来事。はぁ、なんで今それで死んだん、ってな感じになっていると思います。敵からすると全く面白くないですね。アッシュが残っているな。ここに C4 を置いておいて、アッシュがキャッスルバリケードを壊した時に爆破してやりましょう。また、そこに C4 を置いておくだけでも牽制になりますね。残り1人。残りはアッシュなんで、こちらから攻めてくることはないとは思いますが、後ろで赤ピンが立っていたので、一応警戒。なんで今、上に撃ったし。見えない何かがいたんじゃない？何それ、怖い。これでだいぶ削れましたね。一回でも撃ち合えれば勝てる感じです。おっしゃ、超えてきたぞ。俺の1キルー。ナイス、味方カバー。あと数秒の差で1キルを奪われてしまったか。まあ、結果良ければオールイズオーケー。ぐぬぬ。攻撃もまたまた火花だよ。テルミットもいたんだから、別なキャラ選んでおけばよかったのに。まあ、このマップ、テルミットより、火花の方が開けやすい場所が多いので、火花を選んでおいた方が色々できる感じですね。このマップは入り組んだところが多いので、遠くから強化壁を破壊できるのがでかいです。そして、敵は前回の自分たちと同じくキッチン守りですね。あら、ミラがいますね。でも、私と同じ場所に設置していない模様。あそこ結構強い場所だと思うんだけど、他に設置する場所あったかな？よし、この辺りに堂々と置いておこう。なんかすぐにぶっ壊されそうですが。大丈夫、扉に対して移行に置いておけば、とりあえず見えないでしょう。そうですかねー。とりあえず、拠点攻めする前に拠点内を見ておきましょう。あ、ミラをあんな形で設置してる。ということはこちらから入っていっても、ミラにやられる可能性が低いので、どんどん攻めても問題なさそう。あ、クルーズがやられちゃいましたね。ぐぬぬ、バリケード空いてる。敵倒せなかったけど、ブラックミラ無効か。これで奥にいるインカがこちら側を攻めやすくなったかな。よし、ここは前回使わなかった火花のランチャーで、穴を開けて応戦だ。決戦が進む、決戦ですね。残り人数は少ないですが、まだこちら側が有利。多いうちに決着つけましょう。さて、こちらから覗いて敵がいるかな。いなさそう。ミラ発見。危ねえ。なぜ今、ADS を解除したし。いやー、なんでだろう。このマッチングの時、何かと疲れていた可能性が。まあ、勝てたらオールイズオーケー。今回の動画でマーキーさんの欠点がよく見えた感じですね。テロハンで鍛え直します。というか、何気に MVP か。さっきのミラでのイージーキルのおかげですね。まあ、今回は良かったけど、ミラにも色々弱点があるので、機会がある時にでもまた解説できたらなと。その前にリスナーは他の動画で学んでくるんですね。わかります。まあ、そんなこと言わないでさ。ってな感じで今回もお送りしてきましたレインボーシックスCG。いかがだったでしょうか。面白かったらぜひ高評価&チャンネル登録をよろしく。もしよければ Twitter のフォローもよろしく。さて次回は、次回も2週間後の更新予定です。またのご視聴よろしくお願いいたします。それではまた次回。バイバイ。